こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は第5回武勇祭列ノーマルバトル上級1の攻略やっていきたいなと思います。はい、で今のところまだね上位 0.8% なんですけど、まだねやってる時間あまり取れなくて、あのノーマルバトル2とか3ね、まだ突き詰められてないような状況なので、まあこんな感じですが、とりあえず上級1ね3ターンクリアっていう方向で目指してみましたので、まだね3ターンクリアとかできてない方はぜひ参考にしてほしいなと思います。今回はその、まあ、超過ダメージはもちろん大事なんですけど、できるだけ早めに倒す、3ターンクリアした方がスコアが伸びやすくなっているので、そういったところもよく考えながらやっていくってことが大事かなと思います。で今回のノーマルバトル上級1に関しては、敵がね最初1体、ウェーブ1は1体 でウェーブ2が2体で、最後ウェーブ3になると3体出てくるという状況になってて、まあ基本的にはもうワンタンキル、ウェーブ1ずつワンタンキルしていくっていう必要があるので、まあ結構ハードルとしてはなかなか高め、火力しかもこいつ硬いんだよね、意外とね、意外と硬かったりするんで、火属性のキャラで、まあそれなりにね強くなってるキャラじゃないとワンタンキルっていうのが難しくなってくるんで、まあ本当に3ターンじゃ絶対無理だよって人は、その例えば 2ターン目とかにね、まあ奥義ゲージ貯めたりとかするところにして、で3ターンはもう奥義でワンパンするみたいな感じで、まあそんな感じで、まあ4ターンキルをまあ狙っていく、3ターン絶対無理だって人はね、もしかしたらいるかもしれない、そういった方は4ターンするために超過ダメージの方を狙っていく、スキルのねバフだったりデバフを重ねてっていう方向にシフトしていくっていうのが、まあ、スコア出しやすいんじゃないかなと思います。うん、まあ本当にギリ試行錯誤で3ターン出せるっていう方であれば、3ターンの方がスコア結局伸びるとは思うんですけどね。はい、ということでこいつに関してはどっちにしてもワンターンキルするんで、スキルはほぼ関係ないの で一応攻撃耐性としては魔法攻撃の方が通りやすくなっています。手持ちの中で、まあ、魔法キャラ、まあ、配布の手段とかでもね、まあ、良かったりするんですけど、まあ、ああいったキャラ使ってあげると、まあ、効率よくダメージを与えることができますよということで、実際にちょっとパーティー編成を紹介していきます。今回使ったのはこんな感じに結局なりましたね。まあ、鬼門が2ターン目なんですよ。2ターン目でスキルのねマソコンコンボでギリギリ敵が1体多分 HP5% とか 10% ぐらい残っちゃうっていうところでギリ火力足らなかったんですよ。なのでまあ本当に泣く泣くやりたくなかったんだけど、ベルザード入れて、このね凍傷状態にさせて倒すっていうことをやりました。ちょっと音がぶつ切りになってた、今なんでだろうってことをやったんですよ。でこれでギリ倒せるっていう2ターン目が2ターン目か格殺できるようになったので、そこで3ターン、あとは3ターン目ですよね。ウェーブ3に関しては奥義だね、2ターン目まで貯めた奥義ゲージで一気に敵を倒して終了という流れがね、一応確定パターンに持ち込めたので、一応これでやってます。あとはもうバフデバフだよね。あと 手札ももちろんあったりするんで、マソコンが結局絡んでくるんで、もうちょっと上げられるかなっていう気はしてるんですけど、とりあえずこんな感じです。一応カゴキャラなんですけど、オブディザスター選びました。なんでかっていうと、まあ、スキルコスト上限アップはもちろんこれがあるおかげで、まあ、バフの重ねかけができるというところ、それから技能のマソコンを奥義に変換、スキルポイント20、やっぱり優秀だよね。これが2ターン目で生きてきます。まず1ターン目が技能のマソコンをカゴに変換、このねシュナかな、この配布シュナで技能のマソコンをカゴに変換してあげて、開幕カゴゲージ一気に貯めちゃいます。で2ターン目カゴゲージが溜まってるので、オークディザスター打って技能を奥義に変換、それからあとはこちらのひなた、あごめんひなたじゃない、しずえさんで、しずえさんで加護を奥義に変換ということで、全ての手札を奥義に、奥義6コンボして一気にゲージを貯めていくという流れになりますね。だから1ターン目が加護6コンボ、2ターン目が奥義6コンボ、
プラスベルザードの凍傷で倒す。で3ターン目に関しては奥義含めてバフデバフ重ねた奥義で一気に倒していくという流れかな。基本的には3ターン狙いってなるとね。はい、まあなんでちょっと火力がね、2ターン目が本当ちょっと厳しいかもしれないので、その辺は皆さんのね、手持ちの状況だったりとか、まああるいは別にベルザードじゃなくてもいいんだけどね、なんか他のバフさえ持っちゃえば別に勝てたりするんで、ただ2ターン目でバフ使うとね、どうしても3ターン目のバフでスキルコストが、ね、足らなくなってしまうっていうところがあるんで、まああれだね、本当に最終手段だと思います。まあでもとりあえずスキルはね絶対使ってでも3ターン目ごめん2ターン目か2回は確実に倒した方がいいと思うので、その辺は皆さんの、手持ち次第かなというところになってきます。はい、ということで実際にやっていきましょう。あ、これね1回あれなんだ、ちょっとベルザードを2回の時点で開幕立たせてないといけないので、それちょっとミスっちゃいましたけど、まああんまり気にしないで、とりあえず1回に関してはベルザードを全員に出しておく必要があるということです。はい、これはいい余興だぞ。この俺を御するか。下がってて。私の出番なの。